いや、うるさいでしょうね。だってここ、ゾクっぺのも走るし、うん、あれ、やっぱ一時の暑さに変わったよ、うん、だって、マックスでもまだ8位って言ってたじゃん、うん、なんかもう2に下げても余裕なんだけど、まあ、あと日陰だったっていうのもあるね。だから日の傾きも変わってくから、やっぱもう秋になりかかってんな。なんでこんな暑いんだろうな。え、こんな暑いんだろうな。いや、まあ、そんな暑くないから。あ、違う、去年じゃない、今年の夏。だから温暖化なってるから、徐々に。それだけだよ。だから年々暑さやばくなると思う。チャリ通るの、ね、びっくりした。軽量なのいっぱいあるしね、うん、なんなら子供にもあるモンベルの日傘渡しときは一番いいよ。親も使えるし、子供が持っても全然重くないし、あれやっぱいけるかな。ちっちゃいから舐められるってのあるかもね。
木が生えててもね、うん、靴来ねえ、いや来ても止まるだろうと思って、まあ、それかもうちょっとお互い避けて通るのかね、うん、避けるっていう意思がなかったね、なかったね、普通来ないだろうと思ってる、え来んのと思ったもん、いや別に来るのは別にいいんですよ、普通はちょっとこうちょっと体傾けるよね、通るとき狭いとこ、いや無理無理と思ったもん絶対避けれねえと思ったもん、こいつ殺しに来てんなと思ったから、もうその石だった、だからディフェンダー固めた、でもそういう人多いよね、なんか俺、ね、絶対避けないみたいなさ、殺されるんかと思った、まあ、別に殺しに来てもいいけど帰り死にするから、私一番嫌なのがちょっと遅い道でさ、知らない人たちなんだけどさ、道広がって通る人いるじゃん、なんか左右に、あ、いるいる、なんなんと思って、ね、うん、ドリフでしょ、友達それ見てドリフってさ、どっちかに受け入れるのこいつらと、あれね、日本人ってそういうところがいいっていうあれじゃねえのみたいな、ないない、あれあそこでガソリン入れるんだよね、入れるよ、ここで左曲がるんだっけ、そうだよ、左曲がって、このお家綺麗だよね、ほらおしゃれ、ね、あのこの木がさいいアクセントだよね、ちょっと玄関隠してる感じがさ覗かれないようにしてるのと、うん、木ってやっぱなんかいいね、一本でも自分の庭にあるって、うん、ちょっと待って、どう行くんだっけ、ここ行ってイルマーだよな、探し方すると思うの、八王子でもまあ潰れたしな、あ、次に近いの横浜とかなんだ、まあ、ここだってほぼ神奈川じゃん、わらび出た、わらび、ほぼ神奈川じゃん、うん、言うてほぼ神奈川じゃん、府中本町にあったんだ、高津店、綱島、あ、あったね、あ、これか、これだね、有料道路を通るルートです、実際の標識や交通規則に従って運転してください、前の車見えねえよな、いや、あの下のあの隙間で見るってこと、あのウィンカーがあるあの位置、あそこ透明じゃん、いや、相当辛いよそれ、でもあれなんでしょ、会社の車なんでしょ、あれ貼ってる車だろ、見えないと思うけど、え、見えないと思うけど、でもあの、のさ、なんだろう、ボックスカーとかじゃないからさ、そこにさ宣伝のつもりで貼ってても見づらいから見えないよね、正直、うん、あのダブルダブルのところの一番見てほしい部分、してないような気がする、え、効果は出してないね、どちらかというとなんか、まあさすがプリウスって感じしちゃうね、プリウスあそこにも見える位置があったんだね、うん、ね、プリウスの前初心者マークを知るっていうね、いや多分会社独自のやつだと思うよ、プリウスミサイルなんだっけ、けじゃなりかけたな、見たな、しょうがねえ、だってプリウス確かに乗ってるやつなんか見ると低いんだもん、じいさんが多いなんとかするけど年寄りに人気なんだよな、うん、まあ、電気自動車だからってこと、およそ 300m 電気自動車も暑いのかな、じゃあ実際やっぱり風強くしてるか、すげえ
げえ会社並んでるけど、会社なんていいのかな。どこ？さっきの店。あのカウンタックンというか、フェラーリのなんか盗まれそう。ランボルギーニとかでしょ。なんかここそんな治安良くなんか盗まれそう。まあ、ね、相模原って悪いから。盗もうと思えば簡単に盗めますよね、さっきぐらい。まあ、ただ、なんつうの、売れなくても高級車を置いてたり売ってるって宣伝じゃないの、ただの。そういう会社ですよ、みたいな、なんか。右方向です。